伊藤慎太郎は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、大阪大学大学院客員教授、東北福祉大学特任教授。元衆議院議長を務めた伊藤総一郎の長男で、外務大臣政務官、外務副大臣を歴任した。宮城県上町に、後の衆議院議員、伊藤総一郎の長男として生まれる。慶応義塾幼稚者。 慶応義塾普通部、慶応義塾高等学校を経て、1976年に慶応義塾大学経済学部経済学科を卒業した。1978年には慶応義塾大学大学院法学研究科政治学専攻修士課程を修了した。1979年、日本人として初めて入学が許可されたアメリカンフィルムインスティチュートの映画監督プログラムを 終了した。在学中は、4本の映画の脚本を英語で書き、監督した。翌1980年には、ハーバード大学大学院にて、人文修士を修了した。同年、フランスに移住。ソルボンヌ大学で学ぶ。1981年、日本に帰国し、同年11月、防衛庁長官に就任した、ジップ、伊藤総一郎の秘書官となった。 1985年にはニュース番組 CNN デイウォッチのキャスターを務め、1995年には玉川大学大学院非常勤講師に就任した。1996年伊藤総一郎の衆議院議長就任に伴い同政策担当秘書となった。また玉川大学大学院非常勤講師として、1995年にはマスメディア論、国際関係論、 1996年には地域論を担当した。1999年、東北福祉大学助教授に就任。2001年には同教授に昇格した。2001年9月4日、衆議院議員在任中だった父、伊藤総一郎の死去に伴い、宮城4区では補欠選挙が行われることとなった。自由民主党は世襲候補として、 伊藤を機械的に擁立することはせず、公募による候補者予備選挙を実施した。この予備選において、伊藤は、前参議院議員の亀貝博明に大差をつけて、選出される。自民党の公認候補として、同補欠選挙で、元宮城県知事の本間俊太郎らを破り、初当選した。2003年、衆議院議員に再選。2005年の郵政国会では、 郵政民営化に慎重な立場を取っていたが、最終的には賛成した。第44回衆議院議員総選挙では、自民党公認を得て参戦され、第3次、小泉改造内閣では、外務大臣政務官2008年発足の福田康を、改造内閣では、外務副大臣に就任した。2009年、第45回衆議院議員総選挙に、 自民党から立候補。公明党の推薦も受けたが、民主党の石山景気に敗れ、重複立候補していた、比例東北ブロックでも復活できずに落選した。落選後に、人材派遣会社、パソナグループの特別顧問に就任、就職先が決まらない大学生らにビジネスマナーから、専門知識を教授する人材創造大学校の事務総長を務める。2012年、 第46回衆議院議員総選挙に自民党から立候補し、前回敗れた石山を大差で破って4選。国政に復帰した。2013年、衆議院環境委員長に就任。2014年、第47回衆議院議員総選挙に自民党から立候補し、5選。2017年、第48回衆議院議員総選挙に自民党から立候補し、6選。 ありがとうございます。